ひわちゃん、足りない頭使うと頭痛くなるよ。裏のない笑顔だな。俺の笑顔はいつもまっすぐ純粋だよ。まっすぐ純粋って響きがすでに不純だ。監督に注意されたろうが。勝つために俺はもっと。俺がってうるせえ。てめえ一人で戦ってるつもりか。冗談じゃねえぞボケ。岩泉。はい。え、写真？もちろん。監督にもぶたれたことないのに。お、元気に変人コンビやってる？大王様。いた。痛いよ、岩ちゃん。岩。そうか。すまん。お前。何笑ってんだ。ぶん殴るぞ。岩ちゃんと俺の超絶信頼関係。あってたまるかそんなもの。岩泉さんかっけー。岩ちゃんに負けた気分。お前は今までのいつ俺に勝ったんだ。及川、試合中に牛若の顔ちらついてんならぶっ飛ばすからな。岩ちゃんは俺のお母ちゃんですか？ああ、ごめんごめんごめん。しないしない。コンディションは万全で行くって。くだらねえこと言ってんじゃねえ、クソ及川。物質紙面だからちんたらすんな、グズ川。悪口を略さないで。グズ及川。言い直さなくていいよ。そうですか。サブトスのこそ嫌だね。ベーケベーケ。及川、1年に絡むんじゃねえ。決め台詞は鼻噛んでから言えよ。ティッシュ使いますか。うるさい。どっちが勝ってもムカつくから行かねえって言ってたろ。どっちが勝ってもどっちかの負けっ面は拝めるからね。うんこ野郎だな。影山、いい仕事しやがるな。岩ちゃんも気づいた？おそらく戻ってきたメガネ君から何らかのブロックの指示が出た。どっちが勝ってもムカつくからどっちも負けろ。うんこ野郎だな。そのうんこ野郎ってのやめてくれる？クソ野郎とどっちがいいか選べ。じゃあうんこかな。俺たちは完成度の高い時間差攻撃をやすやすと捨てられないしね。白鳥さんは個人の強さを極めるスタイルを曲げない。それで今強豪と呼ばれてるわけだしね。土壇場での嫌な返球な。さすがお前の弟子だわ。弟子じゃねえし。はぁ、そんで極めつけ、いつもと違うことをやりに来たチビちゃんにちゃんと合わせた。ムカつくほど見えてやがる。まあ、そのいい仕事の前提にあるのは1年メガネのブロックだけどな。それにしてもチビちゃんはトスを上げてみたくなるスパイカーだね。トビオが振り回されるわけだよ。さあさっさと帰んべ。表彰式なんて死んでも見たくないからね。お前つくづくうんこ野郎だ。